はい、どうも皆さん、トライアングルです。今回もですね、今回も、隠し部屋の、コメントがありまして、まあ、ちょっと今回そちらをやっていきたいと思います。はい、ありがとうございました、提供していただいた方。今回はですね、惑星ファル、ごめんなさい、フォルアースに新しい隠し部屋がありましたと。3番目の一番左上の穴にありますと。3番目っていうのがちょっとよくわかんないんですけど、3番目の部屋の一番左上の穴に入れます。星ブロックがたくさんあるので落ちないよう気をつけてくださいと。はい、3番目の部屋ってことは、3個扉をくぐった先ってことでいいのかな。3番目の一番上で星ブロックがたくさんある、まあそこだけちょっと注意してやっていきましょうか。とりあえず3回扉入った後ってことでいいよね。とりあえずこれが1ってことで、よかろうもんですかね。あ、そうだ。スターライズの操作、もう完全に、64カービィとか、ドロッチ弾で慣れてしまったから、ちょっと操作しにくいってことを忘れてました。まあ、これがとりあえず1番目ってちょっと考えてやっていきますね。はい。で、もし違ってたら、またちょっと違う、やり方でやっていくんですけど、とりあえず、これでいけるはず。まず、これで1番目。これで2番目ってことだよね。2番目。で、次か。次、扉入ったさっき。確かこれ、違うな。これか。確かこれが鍵になって、違ったわ、ごめんなさい。まあ、嘘つきました、ごめんなさい。痛いです。はい。よいしょ。とりあえず、クリーンなっといて、で、こっちか。ごめんなさい、こっちでしたね。これが、扉が鍵になっていると。これで、まあ、いけるんですけども、これだよね。次の3番目ってここだよね。3番目の一番左上ね。一番左上。オッケー。一番左上、ちょ、待って、一番左上の、一番左上の穴。ちょ、待って、ごめんなさい、見てませんでした。コメント見てました。ちょっと待って、ここは無視して、一番左上の穴、ちょ、待って。ん？あれじゃない、これか。いきますよ。ん？あ、ほら、入れた。わ、深夜なのに叫んじゃった。うわー、来た、ハルビア、ハルビア。ハルビアかわかんないけど。これも多分アップデートで追加されたやつですよね。さあ行きましょう。この下は特にこれはダメか。特に下ないと。で、デデデ城みたいな感じでまたギミックとかあるのかな。ただのハルビアじゃなくて結構難しいみたいな。ちょ、待って、これ多分、ちょっとごめんなさいね。多分こっちの方がいいんじゃないかな。うん、よし。ウィップになっていきましょう。ウィップ、ウップスになっといて、ウップス、ウップス、オッケー。特に、あれ？なんか、デデデ城のあれよりは簡単そうな気はするんだけど、ギミック的には。星がいっぱいあるから気をつけてくださいって、こういうことか。なるほどなるほど。壊さないように、壊したら奈落に落ちちゃいますよって意味なんですね。オッケー。ここも特に問題ないかな？大丈夫そうですね。あ、痛いです、間違えました。よいしょ、オッケー。あとは？ちょっと待って。よし。おお、ボスか。大丈夫。ビビッキアだ。マジか。バビッキアじゃないよ。ちょっと待って。ちょっと待って。これ結構これウィップ失敗だったんじゃない？ウィップ失敗だったんじゃないかな。上で。よし、これでいこう。よし、これでいこう。いける。大丈夫でございます。よし。これチャンス。おら。あのーら。オッケー。さて、これで多分こいつを吸い込んどかないといけない。よし。で、この先に。ん？ 3 つある？なんだ？なんだ？これ。じゃあ一番こっちから壊していきます。はい。おお。すごい。メロンのなる木だ。ってことはもしかして真ん中はピースかな？あ、ここがピースでこっちがワンナップじゃない？行きましょう。はい。おお、すごい。なんだこれ。オレンジ？オレンジ。そしてこちらは？ピース。素晴らしい。ありがとうございます。わあ、いいね。ここは今回あれだね。デデデ城よりかは結構簡単なギミックだったのかな。わ、すごい。面白いでござる。よいしょ。じゃあ戻りますか。よいしょっとん。レッツゴー。これでどこに着くんだ？ボス、いきなりもうゴールなのかな？ん？あ、これであれか。次の、ゾーンに突入したって感じか。いきなりもうゴールとかでそういうやつではないって感じなんで。オッケーオッケー。いや、面白かった。すごいですね。なんか、いろいろ、なんだろう、アップデートで、
あったんですね。やっぱりちょっと一旦戻りますか。アップデートでかなり部屋が追加されてる。もしコメント欄でね、また他にも発見してくださった方がいましたら、ぜひ教えていただきたいです。はい、ということで、じゃあ今度は何しようかな。ノーダメ企画いっか。行きましょう。じゃあ今回、星の丸むスターフレンズでギューなんですけど、まあ、ちょっとドロッチじゃなく、違うキャラで、ノーダメクリアしたいと思います。はい。ちょっと実はね、ちょっとドロッチいろいろあって、今ちょっと、今動画にできないんですよ。まあ、ちょっと、しばらくしたらわかります。はい。今ちょっと触れないので、はい、前後してしまうので、ちょっとごめんなさい。なので、どうしようかな。ちょっと面白い系、ちょっと変化球で、いやー、でもワードもやってみたいな。ワードかグーイ。ちょっとワード言ってますか。あんまり結局、多分ワードって僕使ってないと思うんですよ、普段。だから、それでちょっと星の〇〇ノーダメ企画やってみたいと思います。まあ、結構ワードはね、ちょっとかわいそうですけど、なかなか使われないキャラクターというかね、強い、かわいいし強い、かわいいけど、やっぱりデデデとかの、ミラクル、ぶっ飛ばしハンマーとか、やっぱり、メタナイトっていう、なんだろうな、やっぱり最強のキャラクターがいる状態の中でだって、どうしてもちょっとね、バンダナワドルディはちょっと、ちょっと、見劣りしてしまうかなっていうとこなんで、あぶね、やべ、ちょっと待って、落ち着いて落ち着いて落ち着いて。ノーダメだから、トラニさん、ノーダメですよ。いいですか、落ち着いてください。だからそのワドルディでなんとかノーダメ企画をやりたいとか、ワドルディを輝かしたい。うん、そんな、親心、母心ということで、はい。まあでもね、正直言うと、確かにね、ワドルディ、やっぱり、なんだ、メタナイトのようにスピードはないし、デデデのように、なんだろうな、パワーはないんですよね。結構中間。中間的なキャラクターなんで、どうしてもちょっと個性がないかなとは思うんですけど、じゃあね、サクッとバイバイだ。よし。まあ、でもやっぱりね、ワドルディさんはなんといっても、可愛い。そう。僕にはない可愛さというものがあるんですよ。いましたよね。なんかクラスでも、なんかすごい可愛い子いたじゃないですか。はい。すごい羨ましかったです。はい。でもそれがね、それが今ゲームの中で、それがワドルディをやることによってそれ体験できると。はい。だから皆さんぜひね、なんかそういう体験をしてこなかった僕みたいな子はね、ぜひワドルディというものをプレイしてみてはいかがでしょうかという、謎のね、謎のアピールでございます。行きましょう。あー、攻撃か、欲しいな。攻撃欲しいんで、まだウィスピーだから、そんなに、まだ別に上げなくていいと思うんですけど、まあ一応やっていきましょう。はい。じゃあごめん、ワドルディバニーでバイバイだ。オッケー。で、攻撃ゲッチということでありがとうございます。あ、でも、あ、いいですね。このコピー能力つけたことによって、だいぶちょっとワドルディも強くなったんじゃないかなと。まあ、メタナッチさんと、デデデ大王も、コピー能力できるからあんま関係ないですよね。そういえばあれだな。やべ、危ねえ、やられてもった。今、危ねえ。そういえば、デデデ大王、メタナイト、ワドルディってあれですよね。なんだろう、基本、サポートされる側ですね、3体。なんだろう、新キャラのね、グーイとか、危ねえ、今割れたことはよかった、ラッキーでござる。はい。あ、攻撃、ラッキーやったぜ。そっか、ここにあったのか。なんか、マルクとかね、マルクはあれだけど、グーイとか、リック・カイン・クーで、結構、クーで、やばい、待って、危ねえ、危ねえ、落ち着いて、落ち着いて。ほっ、よし、ちょっとずつでいいよ。とりあえず、ちょっとずつでいいから、そう、ちょっとずつでいいよ。うん、大丈夫よ。これで終わり、オッケー。さあ、よし、オッケー。さて、キャッピー。このキャッピーでまさかにやられるという選択肢はダメですよ。いいですか、オッケー。うわ、やばい、びっくりした。敵が降ってきたかと思った。一応仲間ですよ、確かこれ4体いるんだよ。4体いるから。でここでいきなりちょっとね、来るんですよ。これ知ってるんですよ、僕。ここで、このチリで私は何回かやられたことがあるんで。ちょっと待って、ほっほっ危ない危ない、ああ、俺かと思ったよ。よし、よかった。さあ、そして4体いるのね。オッケー。これでポッピーブラザーズをもう一回仲間にして。これでクリアではないけど、中間行ったかな？オッケー。あ、まだ中間でも何でもねえわ。中間でも何でもないスライムさん。ごめんなさい。よし、行きましょう。よいしょ。さあ、行きましょうか。さてと、次が？あー、ここか。結構、厄介なとこだね。これ一応仲間全員。あ、でも後で列車があるんだけど、名前で行こう。うわ、怖。怖いです。これすごい怖いです、僕。ちょっと待ってください。終わった終わった。で、ドリームフレンズがいますね。ドリームフレンズちょっと、ワドルディ出しとこうか。行きましょう。ここ！オッケー！さあ、2体目のワドルディでござる。さあ、来い！ワンダラ、ワドルディ。よし、よし。ノーダメ企画なんでね、仲間は欲しいかなと思うので。よいしょ。突っ込む。で、次が？あれか。あ、違うな。これは普通に行っちゃっていいのか。あれ？もう、ウィスピューツじゃない？あれか。ワドルディボールか。ワドルディボール。そうだ、そうだ、すごいイノシシちゃんが来るとこなんだ。忘れてたわ。よし、行こう。さあ、ワドルディ、ここで一回、トランさん一回やられてますからね、確か。こうすれば何の問題もないでござる。もうレベル2だからね。もうこれでウィスピューツ多分倒せるね、ノーダメで。
ここはどこだ、どこだ、どこなんだあれ、これワドルディ専用コースじゃない、多分違うかな、多分ワドルディ専用コースだと思う。こんなコースなかったもんね。多分そうだな。入りますか、せっかく専用コース、多分専用コース、あーそうだね、専用コースだね。これちょっと専用コースはしっかり実況していきたい。とりあえずさん、しっかり実況していきたいって、普段全く実況してないんですかって、ごめんなさい。はい、それではワドルディ行ってくるね、バイバイだ。あん行くか、攻撃じゃなかったら無視します。はい、ちょっと待って、ここでダメージ受ける可能性あるってこと、マジか、ちょっと待って、やばい、それはまずい、これで攻撃じゃなかったらすごいもったい、あ、お、これってことはもしかして、あー違うか、 S か、 S って言うとポケモンみたいになっちゃうけど、まあ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 いいかな攻撃回数増えるしね、 S つけると。よし、じゃあ行きましょうか。ちょ油断しないでください、トレンさん。これワドルディ専用コースだね、確実。あっ